さあここでですね、ラナイ村人が取ればもう1回で、こもりきりが2本取ればそのまま優勝が決定いたします。そしてどちらも日本選手ということで、あ、始まりますね、決勝戦、決勝戦というよりもまあ最終決戦ですね。戦場の終点か、やはり終点を選ぶ方が多いですね。さあ始まりました、ミーファイター VS 村人、どちらも赤いですね。まあミーファイターはかなりキリキリと動いている。そうですね、格闘ミーはですね、まあ、小森君さんの格闘ミーはですね、一番背が低くて一番重い設定にしてるんですけれども、はい、まあ、この一番ちっちゃくしてる時点でスピードタイプのミーファイターになるんですけども、はい、スピードタイプのミーファイターはめちゃくちゃ小回りが強いです、はい、空中制御とかすごいです、うん、代わりにちっちゃくしている分リーチがすごく短いので、技を置かれてると結構やることがなかったりしますので、その辺が対策の鍵となっているんですね。判定のぶつけ合いとかになるとかなり厳しいです、はい、まあ、例えばシークの7とか結構対処方法がなかったりします、はい、まあ、ジャスがするとかそういう、はい、あーたまにジャックからのボーリング。さあラナユイしっかり対策をしてきているミーファイターの、ちょっと飛び道具が厳しそうな、そうですね、飛び道具やはりあの遠距離技がどうしても厳しいですところに、あとはやっぱり近距離で硬直が少なめの技でかつ判定硬い技とか、まあなたばっかりで申し訳ないですけど、リリーの空前とか、はい、ああいう技にはちょっと厳しいですね。さあ村人、今のところミーファイターに何もさせてこない。ミーファイターの心臓に負けさせない。さあ下からクエ、おお上火を狙う技なあと下せます。さあクエからこれはケオ、押し込んでいった、素晴らしい威力、これが格闘ミーファイター、あれは格闘ミーファイターのですね、焦点スピンキックではですね、あのゼロスーツサムスの上火を超強化したような感じと思っていただければ、いかに強いかがよくわかりますね。まあ飛ぶ方向が違うんでまたちょっと別の技なんですね。追撃でそのまま崖端で押し込めるっていうのがやっぱそうですね、横に進むんでかなり強いです、はい、代わりに上の復帰力はゴミのように低いですリトルバックの上火より浮かないんじゃないかっていうぐらいです。さあ走りをやって帰ってくる小森切り、ボーリングを狙うが当たらない。さあ食後ろ、おっと下から当たる。さあ食えぬ木を生やして、おっと歯には出ない、ほう、取る砲丸投げですね、あれ威力高いんですけれども、村人が取るとさらに 1.9 倍になって30ダメージくらい入るんですね。そうですね、ボーリングタワーを持って砲丸も持って器用です。これは危ない、あ、しかしこれは死なないですね。重たいですね、ミファイター最大の太い最もデブな設定にしてるんでかなり重たいです。これは決まらない。さあ2番セット、さあちょっと怪しい流れになってきたぞ。ちょっと一旦落ち着いてという感じ、ね、しかし、おっと怖い、今のは怖かった。さあパチンコパチンコ、壁キックからパチンコせよ、後ろからコットシャファー。さあジャックロック上、さあ当たり、さあ下火の反転キックか、あれで距離を取って、おっと D 結構飛ぶ、あじわじわと追い上げてきてます。おっと、つかんで前投げ、これはあまり飛ばない。しかしこれはおっと、風船が壊れてる、つかみが当たる、よくばった脱出つかみがスカッターの髪にすかさず横火を叩き込む。さあまず1本取ったのはコウモリ切りのミーファイター、今が横火ですね、横火ですね、さすがですね。あの一番近い技で説明させていただきますと、まさにファルコンのファルコンナックルですね、ファルコンナックルファルコンナックルです、ほとんど同じような技です、ね。さあお互いキャラは変えず、キャプテンファルコンも出番はなし、キャプテンファルコンじゃないですけどねなるほど、さあこれを取ればそうですね、こもりきりの優勝が確定ですが、ラナイが取れば3本目を連れ込みます。時間を短縮していくスタンス、ここでもつれ込みさせたいところ。さあ下投げから、おっと上に暴れる、しっかり返す。下投げの後の変更はちょっと楽になってるような感じですね。そうですね、下投げの後の変更は大事ですね、はい、程よいベストルになってますが、さあ、中止立てて、ちょっと必要あるんですが、バーストという時はちょいちょいありまして、まあこれ本来は出来にというのが正しいんですけれども、まあ造語としてバーストということもあります。おっと、あー避けてる、うまい、うまい、今外側に逃げてたら、これはうまい、よく見てる、
これはしかし右側なので死にません。しかしダメージが加速していく。おっと空した。さあアゼス、おっと受け身で綺麗にディエを避けている。さあウエスマ、ウエスマ、ウエスマ貪欲ですね、強気。さあ何もしっかりと、とがめていってリスクをつける。さあ森がこれは危ない、当たればひとたまりもない。さあウエスマこれは死なない。村人温まってるがそれ以上にミファイターが重かった。もっと敵をしまう、忘れない。鉄球をどう使っていく。さあこいつ横スマも鉄球ですからね、どっちの鉄球出していくのか、はい、さあ空中の人鉄球、おっとおメテオ、おーっと鉄球怖い、うまい。いやーあとまだ取っていく、見逃さない。あとさあこれは最後の爆発。いやーあれはね痛いんですよ。してましたね、ハニワ。確か普段の直進しているハニワくんロケットが7ダメージくらいなんですけど、はい、最後の爆発は12ダメージくらいあって、でかいですね。吹っ飛ばしもそれに乗じて強力になってて、おっと気を走ってくれ、痛い。さらにクエヌ、あとオノ。さあ欲張ったが、ここはしっかりとがめていく。できればガキャムスマしたかったが、さあ反対側、村人もこの強い吹き、クエヌ吹き、しかしまだバーストせず。さあ遠目からのパチンコで牽制をしている。おっとガキャムスマしかしたが、あっとこれはさすがに前投げで、いやまだ死なない。まだ、いや村人の勘は強い。さあ村人帰ってくる、あんなに追い込まれても帰ってくる。掴みが当たらず、うまい。よく見ている、掴みつかりにダッシュウエスも差し込む。いやー小森切り、この確認の精度の高さが素晴らしいですね。村人はああやってガードで掴みられると、やっぱり掴み通すにそういう必要がありますね。そうですね、はい、村人はやっぱり崩しがまあまあまあ、どうしても投げは掴まないと崩せないですからね、はい、パチンコもガード削りがちっちゃいんで、完全にダメージが小さいということなんですけども。さあ 110% 対 17%、 しかしミファイターの火力を考えれば何発で終わるか分かりません。さあ斧、おっとこれは斧が当たっていたのか、すごいな、暴れの斧、ロックフレームですからね。素晴らしい。これはおっとよく見てる、上様これはない。さあここで1本取り返すのはない。初めて、今日初めてですね、はい、小森君ミファイターに1本取り返しました。このまま流れでいきたいところ、あ、リプレイをまあまあまあ、あれリプレイに意識がまあまあ、よりもそれよりもこの試合にね集中していくということでしょう。さあ行きましょう、3本目ですね。両者おそらくキャラ変更はないと思います。あとはラナイさんじゃないですね、小森切さんのステージが決定したらスタートですね。お互いちょっと競技どうするか、戦場という声が出ましたが、どちらの戦場で終点かの戦場。さあ結局すべて終点かの戦場。さあ始まりました3戦目、最終決戦の3本目。ここで小森切が勝てばその優勝が決定、ここでですね、ラナイが勝てば最終決戦、本当の最終決戦と駒を進めます。さすがにまだ打たなかった、今ので打ったらですね、はい、ミファイターも死んじゃいますんで、うん、さあミファイター貪欲にリアンを取りに行きたい。村人としてはですね敵に近づかせたくないですが、おこれは見ている。さあボールが当たらず、これはヒット、お素晴らしい、空上からの昇天スピンキック、ボブパッと見っていうのは意外に使ったことない人多いんではないでしょうか。そうですね、まあミーファイター自体がやっぱり使える大会使えない大会とかもあったりして、うん、結構使用人口が少なめなんですけども、これ見ると、まあ、そうですね、パッと見はだいぶやばいですね、うん、僕個人としては、まあ、ディディの下くらいの付けに来ると思います。はいはい、さあ足投げ、おっと強気に行くがまだ死なず。村人がふわふわするのはなかなか、そうですね、まだ繋がりにくいですけども、結構重たいキャラなんかにはすごい繋がります。おっとこれさあ昇天スピンキックしっかりやって優勝を決めたのは小森切り、おめでとうございます。おめでとうございます。リプレイでゲームそのままほっといてね、ほっといてね。さああっという間に3戦目終わりました。